日本愛知県名古屋市中村区小鳥町小鳥町は名古屋市中村区の地名。現在の名古屋、名駅の各一部に相当する。小鳥ビル当地は愛知郡、広井村の一部ではあったが、江戸時代後期にはすでに名古屋城下町と一体の市街地となっていたという。終わ国には軍、羽栗軍などで算する小倉記事による桁の花尾生産により履物問屋が集積した。 明治時代末期から大正時代にかけては取り扱う下駄が雑木下駄へと変わったものの花及び下駄の生産地として全国的にも栄えたという。工術の交通工の通り明治高年より昭和初年にかけて交通が発達したことにより泥港長交差点を中心に交通量が増加した。名古屋大空襲による被害も少なく、 戦後も小規模な家屋が密集する状況が続いていたため、その状況を改善するための再開発が行われ、住居表示実施に伴う長消滅後の1984年に完成している。大須観音に馬の塔を供出した際に、キャシャの飾りとして小鳥籠を用意したことによるという。泥包丁交差点東西の道路として、名古屋駅と、 天馬町筋を連絡する道路が1887年、桜通が1936年に開通し、また、南北の道路として、江川の安居化に伴う指導江川線の拡幅が1933年に行われることで、泥港町交差点を中心に交通量が増加した。1901年2月19日、名古屋電気鉄道を押し切り朝鮮が開通。ありがとうございます。